こんばんは。ピンクのトトロさん結婚してありがとう。やだけど可愛いとくね。福ちゃんさん連帽した。ありがとう。中身くなかたさん黄色のハート。ありがとう。くんしずきさん黄色のハート。ありがとう。いっちゃんさんラブレター。ありがとう。もっくんお疲れ。ありがとう。柏木まさきさん結婚してありがとう。やだけど可愛いとくね。いっちゃんさんお花。ありがとう。いいのさん黄色のハート。ありがとう。柏木まさきさん黄色のハート。ありがとう。カムカムさん黄色のだるま。ありがとう。黄色のハートもありがとう。まっちゃんさんかわいい。ありがとう。ちんちょうげさん黄色のハートありがとう。きずなさん黄色のだるまありがとう。昨日は高猫さんとの対バンありがとうございました。とんちゃんさんかわいい。ありがとう。ぴょんぴょん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。静香さん黄色のハートありがとう。高根の全国高猫全国お招きツアー2023ファーストトリップ in 広島ありがとうございました。オロチさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。ワイリンガラさん黄色のハートありがとう。マチャワさん黄色のハートありがとう。品川もありがとう。こちらこそ。おしん生で会えていいゴールデンウィークね。マジ私もあの過去最大にゴールデンウィーク動いた。過去最大動いたよ。くるくるこのゴールデンウィーク、今年のゴールデンウィーク。トールさん黄色のハートありがとう。みんなに会えて嬉しかった。ウィーン5ウィーン5さん黄色のハートありがとう。そう、おじゃまるさん黄色のドルもありがとう。奈良西さん黄色のハートありがとう。イノセンスさん黄色のハートありがとう。チュー、かわいくてごめん、生まれてきちゃってごめん。ヤマピーさん黄色のタコありがとう。今日なんかいつも以上に綺麗で可愛い。え、嬉しい。餃子食べたからかな。油を摂取したからかもしれない。潤ってるのかも。ワッチさん黄色のハートありがとう。なんかね、え、可愛くてごめんはハニーワークスさんの曲で、曲だからなんかこうカバーしてるって感じ。ハニーワークスさんがプロデュースされているグループの方はがカバーしてるって感じ。イーストさん黄色のハートありがとう。キュエルさん黄色のハートありがとう。え、そうなんかさ、最近肌のコンディションいいんだよね。やばいの。福ちゃんさんかわいいありがとう。餃子はもうかわいくなりたいと思ったら、まあ餃子食べるのが一番かなって思います。中上さん黄色のハートありがとう。餃子フェス行ったよ。友知さんレモンスターありがとう。カメラ固定してる。かわいくてごめん、生まれてきちゃってごめん、あざとくてごめん、気になるちゃうよね、ごめん。ともちさん金色の I love you ありがとう。いや、くるくる自分の胃の中舐めてた。本当にもう最後の方もうやばいギリギリ全部食べれるかなって思いながら、そう食べ過ぎたね、完全に。口内炎しみんかった。なんかね、口内炎ね、めっちゃ痛いの。座るとこもう必死に確保して、ノアピー先頭で必死に確保して、あの若干濡れながら食べた。
今度チャートリーで夢結びやってもらいたい。え、なんかやりたい。他のグループさんの曲やるのいいなって思って、なんかあの、しかも私高猫さんのパフォーマンスめっちゃ感動した。もうめっちゃ感動した。あ、いちごちゃんが会場来てたのって聞いてる。そうなの。あのさ、聞いて、あの見に行きたかったの。私見に行こうと思ってて、ナーピも行ってて、ナーピ昼に行ってたんだけど、そのくるくるが言った時には、そのくるくるが行きたいですって言った時にはもう遅くて、あの定員割れというか、あのもうあの人数がいっぱいになりましたって言って、えガビーンってなったガビーンで行けなかった。本当にバカすぎる。もっと早く言えばよかった。行きたかった。でもあのオープニング、違う DMM で見たオノピーさんハートありがとう。 DMM で見た。しっかり、え、そう、 TikTok も出てるよ。チュン、可愛くてごめんって、マジ可愛かった本当に。え、今日俺も餃子フェス行った。 STU メンバーいないからめっちゃキラキラしてた。え、そうなの。え、 STU のね、メンバー いっぱいいてるからワンチャン会うかなって私も思った。え、何時ぐらいに行ったの。和平さんキラのハートありがとう。オノピーさんハートありがとう。うんうん、タカネコさんの衣装着てみたい。可愛かったはじめまして、初見ありがとう。あ、定員割れって逆の意味になってる。定員オーバー、定員オーバー、定員オーバーでした。定員割れじゃなくて最近ガビーンにハマってるの。ガビーンって言葉、ガビーン。いちごちゃん寂しがってる。え、やばい、いや申し訳ないの。多分明日会えると思うから、明日話しかけちゃう。あの、まだ地味に話しかけたことないくるくるのチキリ、チキリくるくるですね。ガトルさん黄色のハートありがとう。カズヒロさんリンボスターありがとう。ドットテンさん黄色のハートありがとうえ、これめっちゃ思い出、嬉しい。私こういうのね、めっちゃ対戦するタイプの人間なんですよね。わかる？あれ？で、これも、これはティフの昔のティフで、これは周南オービットさんに出演させていただいた時のカードですね。で、これは高猫さんのグッズ。こういうの私めっちゃもうね、持って帰って記念残したい人なの。思い出みたいな、思い出に浸りたいって感じリコチ&リエチさんハートありがとう。リコリエいいね、リコチ&リエチえ、昭和か平成初期のリアクションマジガビーン、ガビーン川沙トールさん黄色のハートありがとう。かまちゃんさん黄色のだるまありがとう。バス停近くでノアピそっくりの美少女見かけたワンチャン、ワンチャンじゃないそれ、ワンチャンあるよくらいに行きました。え、待って、でもほぼ一緒。え、私らが帰るぐらい、帰るぐらい。え、おきチャンネルの陸側の裏側にくるくるも映ってた。え、おきチャンネル撮ってるの知らなかった。ともちさんかわいい、ありがとう。見てみよう。チキってるのに呼び捨てするいや、そう、チキってるのに、チキってるのにいちごって言っちゃう。いちご、くるくるさんと緊張する。緊張しなくていいのに。いちご、竹バズルさん似合うありがとう。中身くなかたさん黄色のハートありがとう。奈良選手さんハートありがとう。そう、私撮っちゃうタイプ、撮っちゃう。ゴールデンウィーク今日までね、早いよね、マジ本当ですよ。下次郎さんかわいいありがとう。ガビン、あ、うちの松本がお世話になりますやばい、
そう、昨日本当感動したんだけど、やばい本当に。こんばんは、初見ありがとう。いや、もうゴールデンウィークにさ、来勤してくださって本当にありがとうございます。そう、来勤ね、24時間見張ってないと大変だよね。そう。モクハート、ありがとう。しやけさん、黄色のハート、ありがとう。うん、佐川咲ちゃんの息をする心めっちゃかっこよかった本当に。君とめぐり合ってていうか歌声めっちゃ好きなんだけど。僕は楽になった本当に感動、感動の一週間って感じだった本当に。あ、私本当にさ、高根のなでしこさんのパフォーマンス見て本当に泣いたもん。泣きそうになってってやってた。地獄ルソ川でもさ、なんかでもなんか、あ、自分で言っちゃったらあれか、自分で言ったらあれだけどさ、なんか系統が似てる気がする。あのたぬき顔なのかな、なんか系統が似てる気がする。そんなもう素晴らしい、もう先輩と素晴らしいもう後輩方に囲まれて私は本当に幸せ。髪型も似てるけんね、確かに髪型も似てるのよ。席直んないけど、まあまあ忘れ、一旦忘れるみたいな。モックハートありがとう。他のアーティストさんが自分たちの曲やるのも新鮮、新鮮。ピスケさん、黄色のハートありがとう。黄色のだるまもありがとう。なんか言ってたの忘れた、何を言ってた。え、もう最近かちょ替え歌しちゃうの。心とめくり合って僕は楽になった、普通に殺すって、普通に吐いているでお母さんと 歌ってる。くるくる千穂さんのことタヌキって言ってたんで言っときゃ、もう褒め言葉としてですよ、それはもうほんまに。タヌキ顔お好き、なんか自分が好きって言ってるみたいになっちゃうけど。タヌキの被り物を送る、本当にタヌキ贈り物、贈り物じゃない被り物、やばい。被るけどね、もういただいたものはもうしっかり使っていく所存です。ノーミョンこの前配信でノーミョンもくるくるさんすごい努力家ですよねと言ってた。え、そうなの、なんでなんで、くるくる全然だよ、くるくる全然だよ本当。え、私サッチーさ、サッチーってさ、サッチって今年高2の 17? 今年高3の 17? え、同い年、え、なんか一緒に成人式できる感じ。成人式結構さ、なんか重要視しててなんかさ、成人式さ、なんか仲間を増やしたいなみたいな成人式増やしたいの。ドゥイさん、黄色のハートありがとう。そう、後ろだったけど目があった、ありがとう、こちらこそ。息をする頃
こんな見せ方もあるんだって気づくこともある、あるあるある。でもそれはみんな人それぞれ、みんな違ってみんないいだけど、こう私は今はさ、千穂さんの息をする心を見てそれを学んでこうパフォーマンスに生かして、こうでも、まあ、まだ できてない部分もたくさんあって、で新しくこう曽我咲さんの咲さんとか言って、曽我咲さんのこう見て、あ ここもこう、これここのここ好きだなみたいな感じで思ったらこう真似するみたいな。中部くん、中田さん、黄色のハートありがとう。コロ泣いてる、私がコロ吸ったから泣いてるのかもしれない。薬もらってる薬もらってる。事務所にあるプレゼントのいらないボックス、ないそれ、ない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 よ、私見てないだけか、ないないそんなのあるの、いらないボックスいらないボックスなんてあるの。くるくるの話から参加してみたいんですが、恥ずかしくて話せる自信がない。いやもうくるくるがリードしちゃう、くるくるリードしちゃうぜひ、いちごちゃんくるくる配信見たい、やだもうかわいい、愛しちゃう、愛してる愛してる愛してる。え、そう、え、リエチ、リエチはリエチも同級、リエチも高3。え、じゃあさ、え、じゃあさ成人式、え、出れるやん、え、高3やん、え、成人式一緒やん、さきちゃんとリエチ、リエチだよね、あと他はいない、高3、あとその清水沙羅さん、そう話したの、サラって呼んでいいよって言われたけど、うん、まだ言えないの、サラ、サラちゃん、サラちゃん、サラちゃんと話してて、成人式2人なんかなとか言って、え2人じゃないみたいな、3期生でまだ入ってきてない時に喋ったから、入ってきたら増えるんかなみたいな言ってたから、え、いちごちゃんラッキー参加するの、待って待って、え、中国がやりやすいって聞いたよ中国はやりやすいらしいけど、もう何でも OK、まあ、日本を愛していくってのもあり。太郎さん、黄色のハートありがとう。ホスデラローサさん、黄色のハートありがとう。浜田響さんの歌もっと聴いてみたくなりました。え、あ、くるくるの推し、まあみんな推し、正直な、みんな可愛い、なんか生きてるだけで可愛いよね本当に。ホスデラローサさん、黄色のハートありがとう。え、もう48グループでさやりたい、私は成人式を、成人式っていうか成人式イベント、他の48グループさんも集まって、ケイトさんとかもいらっしゃる、坂田さんとかもいる。ST48 の黄金世代って自分たちで名乗ることで仕事言っちゃう、まあ黄金世代やからと言って言っちゃう。若さん、キラのハートありがとうね、高3ねいるから。サラピさんの方じゃないサラさんです、清水サラさんのサラさんです、サラピさんの方ではないサラさんですね。え、そう、ライキンさ、ライキンたくさん同盟来てくださって嬉しい、本当に。友達さん、黄色のだるまありがとう。あ、くるくるも生きてるだけで可愛い、ありがとう。そうだ、生きてる、生きているだけで嬉しい、生きてる幸せそう、神田明神さんでしたい、本当に結構見てたから憧れみたいなある。5月27、28、11、あ、6月11、7月17追加した、ありがとう追加、嬉しい、楽しもうね、お話し会本当に。
言ってったらいいかな、神田明神さん行きたい。来期一昨日に加入しました。イベント開始日が卒業公演、あ、卒業公演前日でメンタルが遅れました。え、そうだよね、大丈夫大丈夫、ありがとう加入、嬉しい。ちゃんとね、あの加入申請してくださってる方見てますよ。メール見た？ポジティブシンキングルグル。そうそう、ポジティブシンキングルグルしたっけ今は。あ、今日もくるくるちゃん可愛い。あ、嬉しい。え、そう、コロナもね、終演？そう、合同政治イベント。広島でも、広島と東京でしたい。とか言ったら、求めすぎてる。ストローさん、黄色のハート。ありがとう。普通に息を吸って普通に吐いている。ゴールデンウィークに見ようと思ってたフックス、フクちゃんさんの生誕祭のくるくる最高だったよ。ありがとう、嬉しい、そう言ってくれて。嬉しい。え、この前の、その、この前っていうか昨日の高猫さんの、津波さんかわいい、尊い、ありがとう、オノピーさん、キロンダルマ、ありがとう、のフェスの、あの、悟りに息をする心が入ってて、あの、こう、一番初めのさ、みたいあるじゃん、それぞれみんなが違う動きするみたいな、そこ、それのあの、ここの振りをやったんですよ昨日。あ、昨日か、昨日楽しかった。なんかこれ全部種類が違ってさ、あのアリサさんが、アリサさんが前ポジ、アリサさんって初めて言ったの、アリちゃんさん、アリサさんって言わない、アリちゃんさんがさ、あのあの全部の動きできるって言ってたから、すごいと思って、くるくるもできるようになりたいって、やっと2つ目覚えたので、どんどん覚えていきたい。ちょっと待って、ここは楽しいの。そう、ポジティブ一番だよね、頑張る、くるくる、ポジティブ。ぎこちないウィンク。顔が歪む。中村さん、金色のタコ、ありがとう。ライキンは先頭に敗北ばかりしていって貢献できてるのか。いや、もう同盟になってくれてる時点でもう、あの、貢献してる、ありがとう、本当に本当に。自己紹介で後ろに書かれた時壁になってる先輩メンバーの反応面白いよね。そう、戸惑ってる方もいれば堂々としてる方もいる。ラバイナさん、キロのハート、ありがとう。そう、私もアリサさんって言ってちょっとあれってなったもん、アリちゃんさん調整で3秒だけ覚えたやつ。覚えてよ、一緒に。ほやさん、尊い、ありがとう。さんまやさん、黄色のアイラブユー、ありがとう。イノセンスさん、黄色のだるま、ありがとう。昨日も品川のフェスも急にて軽通院出てもライブできてるグループすごいと思った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 。可愛くてごめん、可愛かった、嬉しい。高猫さんのファンの方かな。ちゅん、可愛くてごめん、
れてきちゃってごめん嬉しい、初見でありがとうございます。ぜひくるくるも押してみるマジ可愛かった、高猫さん本当に私感動アンピーさんがりょうちのガーデニング変えた、え、見に行こう、見に行こう、バカにするやつは嫌いだ、見下されるのも嫌いだ、アイドルなんかという言葉見てもいないくせに言うな、頑張りを当然と言うな、イメージとか強制するな、めっちゃいい、好き、もう好き、くるくるのおかげで最高のくるくるが良くなった、嬉しい、それはこちらもありがとう。くるくるに高猫さんのファンの方がくるくる、中身くん、永田さん、キロのハートありがとう、ハイズさん、だるまありがとう。他の人のね庭を見るにはね、もうこうやって拡大したら見える、拡大、刺激的な歌詞でもそれが好き、結構刺激的な歌詞好きかも、アンチファンとかめっちゃ好きだもん。東京に来てライブしてください、その時はぜひ見に来てください。あ、今度は京都行きます。あ、京都のフェスは今日が受付がラストなので、ぜひぜひ。あ、カラオケの対象じゃないんだ、アンチファン。あ、そうなの。初めて台湾のクルクル見たけどとても良かった。ありがとう。ワクワク。ワクワク。ワクワク。マスタカさん、キラのハート。ありがとう。てかさ、そのライキンなんだけどさ、さっきメールに送ってまだ届いてるかわかんないけど、もうめっちゃさっき送ったばかりだから多分届いてないかもしれないんだけど、そのライキンのさ、もう攻撃してきた人もう外国人の方結構攻撃を多分するタイプ、好戦的で攻撃をしてくるんだけど、こう攻撃されたらさ、どんな人にされたか見に行くじゃん誰が私を攻撃してきたんだみたいなあ、届いてる、そうでその攻撃してきた人をさに飛んでさ、見てみたらそのアイコンがアニメだったりさ、何、文明が日本だったりしたらちょっと嬉しくなる。攻撃されてってなって誰攻撃してきてるのって見たら文明日本って書いてあって、海外の方の、あ、日本好きなのかなと思って日本好きなのかなと思ってそこで嬉しくなって、じゃあ許すみたいなじゃあ許すわみたいなそのゲームで攻撃してきてしてくるのは許せんけど、日本好きなら許すみたいなほんまに、くるくるが絶賛されてツイートや声、いやもう私も聞けて本当に嬉しい、もう頑張る、もっと褒めてもらえるようにあ、届いてる、あ、届いててよかった四国には、え、西国行きたい、本当に行ったことないです、イベントで行ったことないから行きたい、本当に四国、そう、アイコンがアニメオタク流し、そうなんよ、そうなんよ、前回でユーカコールしてたら周りの高猫ファンの方もユーカって言ってくれて嬉しかった、え、ね、嬉しかった、その、あ、ちゃんと名前呼んでくださってる、多分初めて見るからさ分かんないけど呼んでくださってると思って嬉しかった、私もまさやんさん花束ありがとう、初めてで嬉しい、
収穫時に攻撃されるのね、勘弁してよ勘弁してよって感じ。福ちゃんさんいいね、ありがとう。福ちゃんさん尊い、ありがとう。よしさん黄色のハートありがとう。え、でもね、そう、日本好きな外国人多いね、嬉しいよね。でもそういうの見たら、アニメとかアニメ文化とか日本の文化が好きとか観光に来てくれるとかも本当嬉しい。もう嬉しいからこそ攻撃はしてこないでほしい。くるくるは戦いたくない。でも戦わないとあの戦力みたいな上がらない、戦力っていうかあのポイント、なんとかポイント上がらないのは分かってる、分かってるんだけど、戦うのは怖いの。よしさん黄色のハートありがとう。そう、そう考えると攻撃されても少し気が楽になる。そうよ、え、結構私も結構その攻撃されてもう全部潰れたってなったら真顔で許さんってなってるから、許さんからの、あ、日本の文化みたいな、じゃけそこで心を落ち着かせるっていう。いや、くるくるの一人歩きが心配で透明に観察する顔が終わった。いや本当にありがとう、マジでくるくるすぐ一人歩きするから、あの兵隊出すからすぐ。ありがとう。高猫のお宅さんのグループにくるくる布教した、ありがとう。本当に布教してる瞬間を見た。嬉しい、ペンライト、あ、一緒に戦うの怖くない、あ、かっこいい、僕たちは戦わない、あ、どの言葉もかっこいい、花なの女歌う。欲しいこの世界から、確かにね、国境だって作って言ってるもん私たち。作ってる、ミニーさんレインボースターありがとう。そう、撃破数のカウントもあるからね、そう、戦わないといけないんだよね。あ、ピアノの練習つらいから応援して、え、頑張って、ピアノ弾けるの本当にかっこいい、くるくる楽器弾けないから本当にかっこいい、頑張って。最初クルクルってどの子って言ってる声聞こえた、え、ってことはクルクルのことをツイッターで知っててどの子だろうみたいな感じかな。そうだったら嬉しいな。でも実際クルクルを見てあれって思ったら悲しいけど。まあゲームですし、ゲームですし、ゴールデンウィークでくるくる気になってくれてる人絶対増えた、いやもうそう増えてくれてたら嬉しい、くるくるも頑張った甲斐がある。そう、でもくるくるさ、今日もさ、今日っていうか今晩、昨日の夜か、もう夢見て本当に、まあ、夢の中でも戦ってるんだなって感じ、くるくる。よちさん昨日のハートありがとう。柏木まさきさんレインボースターありがとう。そうなの、ぶってきあと1ヶ月ぐらいだから見逃して、そうなの、そうなの。そう、夢の中でね2個夢見たんだけど、私めっちゃ本当に夢覚えてて、欧州慎吾さんタコありがとう。歯が抜けたの、なんかベロで歯をガッて押したらボロって取れた、歯がボロボロって5、6本取れてみたいなってなって見るみたいな、怖かった本当に。欧州慎吾さん結婚してありがとう、やだけど考えとくね。その夢がちょっと意味が怖くて怖かったから考えないようにしようと思ったけど、その身内に不幸があるっていうその夢占いだったからあんま見んとこうと思って、怖くね。リアル話し会でも会いたかったけど頑張って、でも会いたかったって思ってくれてるのが嬉しい、嬉しい。オンラインでも
楽しめるようにくるくるも頑張る。え、囲碁と将棋、確かに囲碁感あるね。来季松坂さん STU、 あ、間違えた、黄色のタコありがとう。あ、入試ってことにする。いや、そうね、入試ってことにするか。福ちゃんさんファイト、ありがとう。入試ってことでしょう。そうだね、その夢見るときは寝ながら歯ぎしりしてる。あ、歯ぎしってるのかな私。だってなのに歯ぎしっちゃってるのかな。やだな。今日3期生見たけど新しい子には釣られないように頑張りました。圧をかけていきますよ。青さん黄色のハートありがとう。千葉さん黄色のハートありがとう。くるくるはユニークな人なんですか。サイアンサンルームでそんな話題に、あ、そんな話にだ。え、くるくるユニークな人、え、この前サイアンさんにも言われたよ。くるくる、くるくる面白いってよく聞くんだけどまだ私には見せてないのかなみたいな。確かに仲良くなったらもっとはっちゃけてますねって言って、そっか、じゃあ見せてもらえるようにみたいな、仲良くなるって見せれるように私も頑張りますとか言って、猫かぶるから私すぐ頑張りますとか言って、本当はそんなんじゃないのに。でもサーヤンさんと本当に仲良くなりたい、もっとユニークかもしれない。くるくるどうだろう。ヤマさんハートありがとう。そうでもね、いや、なんかユニークっていうか多分変とは言われる、変って言われる、変な人だと思ってたって言われる、関わるまでは変な人だと思ってたって言われる。だからそう、最初の方は避けられるタイプかも。くるくる学校の友達とかめっちゃ言われる、最初変な子かと思ってたって言われるのと、怖い子かと思ってたって言われる。怖い子みたいな、変な子、やばい子、全然やばくないからみたいな。オンビーさんかわいい、結婚してありがとう。やだけど考えとくね。ヤマさんかわいい、ありがとう。クロクロに確認したいことあるけど次の話かまでに待たないと。え、なになになに、クレバさん黄色のだるまありがとう。最近目見開いちゃう。TT ブロースさん黄色のハートありがとう。あ、安心してください、3期生には釣れませんよ。多分多分、まあ私はね、まあ、信じてるから。かんちゃさん黄色のドルマありがとう。まあ変ぐらいがね、まあ生きて楽しいよ。うん、メガネとコンタクトしないと目つき、あ、悪くなるかも。前のアピにくるくるなんで睨んでるのって言われたら、言われたんだけど、いや待って、あの文章を見てただけなんだけどみたいな、あの文章を見てた、その文章をこうやって見てたらくる睨んでるって思われたから、確か目が悪いっていうのはあるかもね。あとあのレッスンの時に私こうレッスンの先生を見てそれをこう丸写し、こう全く同じ形をしないと納得いかない人で、なんかそこ、なんか綺麗好きみたいな、多分そこが結構あれなんだけど、こうその先生のもう
を完璧にちょっとでも角度が違ったらクソってなるタイプ試験、そのめっちゃ真似しようとするんだけど、その真似するために見とったら別のダンスの先生に、こういつも2人とかいらっしゃるんだけど、先生が別のダンスの先生に、くるちゃん人を殺す目をしてるよって言われて、やばいと思って、見すぎてなんか睨んでるみたいになって、くるちゃんの目が人を殺す目をしてるよって言われて、すいませんみたいな見すぎてた、やばい本当に声では可愛いって池瀬さんに言われてるから、そのままそのままくるくるそのまま頑張ります。確かにそのままでもねいいよね。タラリンさん、黄色のだるま、ありがとう。久々に来たらより生駒さん感が増しました。え、嬉しい。久々に来てくれたのも嬉しい。なんか最近本当にさ、久々に来てくれる人多いんだけど、私もう本当にマジで覚えてるから、この人最近来てないなみたいな、来てないな、あれ最近来てない、あれ前 いてくれた人やんみたいな、よく見るよ。ありがとう、嬉しいあ、花田くんからメール取り始めた、嬉しい嬉しい、ありがとう。くるくる意外に送ってる、最近結構遅れてる、普通って言われる、変って言われるのが嬉しい、嬉しい。くるくるさ、変、普通、ザ平均人間だと思ってるから、自分を嬉しい、そう変って言われるのも。まだ感謝枠ある、申し込んでいいですか、申し込んで、待ってるよ、くるくる待ってる待ってる。ホタテさん、ハト、黄色のハト、ありがとう待ってるよ。コンタクトレンズ入れてから表情変わって良くなった、あ、良くなったかも、良くなったかも、確かに確かに確かに、それはある、うん。待って、あの言ってた、あとポジション、あのイベントフェスのポジションが違ったの、え、多分お話し会さ、なんか反転してるよね、多分それだ、反転してるの、スナイパーの目、そうスナイパーの目してるって言われてる、言われたの、その目今やってほしい、え、なんかね、なんかこんな目してたの、多分一点見つめてやるから、私知ってたら人殺す、もうやばいよね本当に。トイさん、黄色のハート、ありがとう。ぴょんぴょん結婚してありがとう、やだって考えとくね。トイさん優勝、ありがとう。他の子に来た時に睨んでね、行かないでね山さん、ハート、ありがとう。あ、かわいい、ありがとう。嬉しい。嬉しい、嬉しい。いや、毎日来てくれるのはもちろん嬉しいよ。最近知り合ったサラピさんのお宅の人が、くるくるの目がいいからつい分けちゃうって、追っかけちゃうって言ってた。え、嬉しい、待って、知ってるかも。わかるかも、その方。なんかツイートしてくれてた気がする。花だる公園の時から。嬉しい。ありがとう。嬉しい、ありがとう、嬉しい嬉しいしか言ってないんだけど、シンプルに可愛いだって、やだ嬉しい。くるくるの記憶力、変なとこすごい覚えてたりする、ひつらぶの体勢、確かに変なとこ覚えてるかも、咳喘息、そう、もう直していきたい、早く治ってほしい。あ、この目好き、山さん、黄色の だるま、ありがとう。昔フェスでびっくりするほどレスを遠慮してた、あのくるくるがあったそう、確かにそう考えたらさ、全くくるくるレス送ってなかったよね。でもあの時のくるくるはめっちゃレス送ってつもりだったの、送ってつもりだったんだけど、今考えたらできてないなって感じ、できてないな。え、そう、くる髪伸びた、ちょっと切りに行くよ、さ、そう、キンキンにマジ伸びたね、
切りに行くよ。ボブにするちゃんと。ちゃんと安心して、あの伸ばすって思ってると思うけど、ちゃんと切るから安心して。あ、ゾクゾクした。スクショが止まらん。カーテンさん黄色のハートありがとう。お話からその目いいの、いいの逆に。ペラと色が変わった時の目が怖い。じゃあもうこの目で見る。いちごちゃん今日のステージちゃんとできてよかったって言って泣いてた。え、かわいい、かわいい、え、かわいいとか言って。そう、くるくるより身長高いしさ、え、年齢も上だよね。上だからさ、こんなこと言っていいのかなって感じ。でもくるくるもくるくる年下なのに、サリウムの色変わってるの分かるよ、めっちゃ分かるよ。あれってなる。あれあれ。星空ローサさん黄色のレインボースターありがとう。そう、鎖骨ぐらい伸びた。くるくるについ目がいってしまうのは本当にさ、嬉しい。そう、表情もね頑張って。マスタカさん花束ありがとう。え、今の髪型ユイリさんにできてて好き。本当嬉しいよね。私本当伸びたわ、これぐらいだったん。通常ったらその目、え、いいよ、いつでもする。でもツーショットになるとさ、なんか緩めちゃう。じゃあなんかちょっと可愛くしちゃう。なんか気になる。もうガチで。今日の休みあるスナイパーの目。オッケー。やばすぎ。ユニットとかでくるくるがいないときに何色するか悩んで結局消灯しちゃう。偉い偉い。え、そう、待って、見て、すごい外羽だよね。夢力で髪がビンビン揺れてた。くるくる好き。あ、嬉しい。あ、こんばんは。待って、ゴルゴ、なんかさっきからさ、めっちゃゴルゴってコメント来てるんだけどさ、ゴルゴって何？ゴルゴ 13？ ゴルゴ13って何？ツーショットお願いしたポーズをどの子も可愛くアレンジしたがる。いや、そうなんだって、残るんよ。その写真撮ったらさ、残るし、そのツイッターに上げてくださる方もいるから、もうちょっとでもね、こう可愛く写りたいみたいな。写りたくて可愛くしちゃうの。ここガチでやったら、ちょっと残っちゃうしみたいな。あ、新たな趣味に目覚めそう、やばい。くるくる目覚めさせてる。こんばんは、悪い夢見そう、悪い夢見せます。くるりんぱさん金色の I love you ありがとう。あ、眉毛の人おじちゃん、くるくるやん、くるくるやん、くるこやん。今日まで福岡、明日高松に帰ります。お、お疲れ様、お疲れ。いいね、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 いいね。高松。じゃん、可愛くて可愛い。引き出したくさんあるよ。くるくるの引き出しみんなが開けてね。くるくる自分で開けれないから、みんなに開けて。いろんなくるくるを。え、ゴルゴって殺し屋さん、え、そういうこと。あ、だからゴルゴ13ってことか。いや、怖い怖い。くるくるちょっと、そう、怖いな。また別のくるくる出てきてしまっている。くるくるとのツーショット可愛すぎて仕方ない。あ、嬉しい。金木犀香る頃、この道をそう歩くのが好きだ。
ショールームのクルクラテキパキ話してるけど、話し会のクルクラすごく優しい雰囲気なのでギャップ感じてます。あ、いいね、ギャップいいよね、ギャップ、ギャッピングね、ギャッピング出していきたいよね、ギャッピング。眉毛似てる。ひさまるさん黄色のハートありがとう。うん、え、生もみじ買ってほしい、生もみじ食べてほしい、本当に。これが96 96、優しい雰囲気出せるの、出せるよ、たぶん出せてるはず。マンピーさんハートありがとう。そうでもさ、昨日の見た夢でさ、2個見た夢2個目がさ、そのバトルロワイヤルだったの、生きるための生きるためのバトルロワイヤルで、くるくる気になってるからお話から撮ってみようかな、待ってます、待ってます、後悔はさせません、待ってます、ガチで待ってます、待ってる、話しよう、話しよう、話しよう、プロフィールから飛べるよ。え、そう、バトルワイル、え、なんかさ、あれよ、多分さ、今場の国のアリス見切ったの、最近見切って最後まで見たんよ、今の国のアリスね、多分それが夢に出てきてるんだと思うんだけど、髪型がナチュラルっぽいけど高度の計算を感じる。あ、本当嬉しい、計算を感じてくれてやばい、面白い、ゴルゴクルクあり、もうゴルゴでいきたい、それだよね、そう、でも気になってるから撮ってみようかな。いつも来てくれてるよ、待ってるよ。え、そうで、くるくるその生き残りをかけたバトルロワイヤルしてて、でもくるくるは生きるのを諦めてた、夢の中でなんかね、私が参加したゲームというか、私が参加したのはなんかなんかの部屋の中にいて、こう あらゆるところから水が噴き出してきてて、その水に埋もれないようにこう高いところに行ったりこう逃げたりしてたんだけど、こう水がこう漏れないようにドアをパッバンって閉めたりしながら、みんなこう走って一緒に逃げてたんだけども、くるくるもう、はあ、無理だって、え、あとそれだけではなく、なんか敵、こうすごい武器を持って追いかけてくる敵みたいな人もいて、もう無理じゃんと思って、もう私もう逃げるのも疲れたし、逃げるのも疲れたからと思って、なんか机に座ってなんか思い出の写真みたいなの見てた、思い出の写真見て、だから思い出の写真見てたら敵が来たから、私は戦う気はないんだよっていうのを示すために、その人に見てこれ昔のクルクルなんですけどって言ってた、え、マジ覚えてるこれで、敵もそうなんだねって言って、ちゃんとなんか向こう行ってくれる、クルクル襲わずに向こう行ってくれる。柏木まさきさん、レモンスターありがとう。クルクルが生きるのを諦めてるって気づいてなんか諦めでもそう、クルクルは諦めてたから、夢の中で、え、最悪と思って、くるくるはもっと行きたいと思った今の国のアリスは人生一度きりなんだから楽しみなさいっていう内容だったの、内容っていうか、そのそういうセリフもあって、一度きりなんだから楽しみなさいみたいな、でそのみんなも土屋太鳳さんとかを、いや 役なんだけど、土屋太鳳さんがこう生きる希望を与えてくれたのはあなただよみたいな、最後まで一緒に行こうよ、生きようよみたいな、あ、諦めて死ぬんじゃなくて
やりき死ぬならやりきって死にたいみたいに言ってたから、いやそうだよなって思ったのに、くるくる夢の中で何やってんだよって感じくるくるの笑う話か、他のメンバーより近め、え、そう、それなんかよく言われるんだけどさ、わかんないの、他のメンバーさんのさお話会知らないからさわかんないんだけど、クルクル近いらしいよ、オンラインお話会画面と クルクルの怖い夢を書籍化したら売れる確かにね、クルクル怖い夢見すぎてる、まさにゴルゴ13、え、そうなの、いや、ほんと何中夢をだよね、あ、狙ったファンは必ず押し変させる、スナイパークルクル、あ、いい、かっこいい、スナイパークルクル、メドボさん結婚してありがとう、やだけど帰っとくね、アノピーさんハートありがとう、サーヤさんも忙しくなってきた時よく戦う夢見てた、あ、そうなのかな、やっぱりこうメンタルというか、その時の心情とかも出てるのかな、夢に、ヤマさんハートありがとう、力のいい、やったね、気になるから取って取っていや詩人のくるくる、今日は夜よ僕をシティにする、あ、距離調べに行かなくて、いいよいいよ、そうだからくるくる現実社会では頑張って生きようって思った夢の中でね、諦めてても現実社会ではいけるんで、山さんハートありがとう、しっかり生きていこうと思いましたね、でもくるくる影響されるから、そういうのすぐだ、最近なんかもうだってどうでもよくなってきたもん、そのなんかくるくるめっちゃ空気読みまくる人だから、なんか空気読んであんまりこうできない、アピールできないっていうのがあるから、あったけどそれ見て確かにみたいな、いつ死ぬか分かんないんだし、もう今やるしかないかもみたいな、トラさん黄色のハートありがとう、思った、ライキの影響ある、いやワンチャンあるよあるよ、パセリさんは焼肉食べる夢見るためにネットで焼肉見て寝る、かわいい、待ってくるくるいちご、いやいちごってじゃまたいちごちゃんみたいになるやんフルーツ見ながら寝ようまちゃんさんファイトありがとう、竹まつるさんラブレターありがとう、山さん結婚してありがとう、やだっけど帰っとくね、そうでも最近このゴールデンウィークも映画見に行けてないから映画見に行きたい、ノーモア映画泥棒、映画見に行こう、くるくるこれ明日着ようかな、これ今日着てたわけじゃなくて配信のために着たやつだから、ノーモア映画泥棒、とめくり合って僕は楽になった普通に息を吸って普通に、千穂さんのこの指の反りが好き、でもあれ真似できないか、平和に生きていきたい、くるくる17歳、もう大人です、大人そう、こんな T シャツある、え、おすすめ映画、え、くるくる今行きたいのは鳥べ、時計見ある、見に行きたい、あとねもう一つあったよ、めっちゃある見に行きたいな今、あとルーブル、ルーブル
ルーブル。ルーブルも行きたい。なんかゲネプロってやつも面白そうだったけど。所詮夢の中の話、所詮ゲームの中の話。そう、そう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 。所詮ね。所詮。ココアパイセン映画泥棒の真似めっちゃ上手。え？やってもらいたい、ココアさんに映画泥棒。で造形もやる面白いよね。黒いです。大人っぽいよね。くるくる大人やから。これドンキ。別にギャルみたいな。これドンキ。ドンキだよ。一緒に行きよう。ドンキで。ね。いやそう。チアさんの指先才能。綺麗めっちゃ本当に。お話かれっぽ。いいよ。いいよいいよ。あ、カメラ止めるの映画に、最後に映画見てね。え、そうな、え、カメラ止めるな。見た、面白い。ガンニバルはね、もうグロそうすぎて。いや、グロそう。最近一人で行ってる。最近行くとき大体一人かも。いや、ココアさんと行きたい。そう、ココアさんね、行こうって言ってくださるんですよ。言ってくださって、この前の離れ公演の時も誘ってくださって、でもお互いこうちょっとイベントとかもあったから行けないよねってなって、ゴールデンウィーク明けとかにするって言ったけど、ゴールデンウィーク明けの約束を今するのも大変だよねって話になって、今して、あ、連絡できないから、あの直接その当日になってどっちかが忘れてたらどっちか来ないみたいな、だったらやばいよねとか言って、約束できないの永遠に。本当にもうやだ。くるくる切ると高級ブランド見える。本当嬉しい、それは。高級。いや、くるくる夢、みんなの夢出てるんだよ。いるんだけど、ちょっとみんな見つけてっていう。くるくる夢にみんないるから。オラチさん、黄色のだるま、ありがとう。映画ドラマやってもらおう。ここはジャケジャケ。そう、約束はね難しいよね、やっぱり。当日、この前たまたま行けたのも歌唱力の撮影があって、歌唱力後に行きたいなと思ってくるくらすったけど、やっぱ急だったのと、ココアさんも予定があって行けなかったんだけど、明日ってなって、明日はって言ってくださって行けた。嬉しい。そう、サンヤンさんも誘ってくださってて、行きたい、カフェ行こうって言ってくださってるから。コナンとかね、見たことないの。でも多分好きな系統だとは思う。ミステリーだよね。ミステリーっていうのか分かんないけど、真実はいつも一つ。トゥン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 トゥ。あ、いちごちゃんこの話来るかも。いちご、いちご、いちご。夢出てきたら出演料をねお支払いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。夢ながらくるくる探して、探して、本当に待ってるよ。え、そう、マネネを通じて連絡ね。え、そうよ、確かに、確かにな、マネネ通じる、確かに。変なクルク出していきたい。サーヤンさんとこう中身というか、素、そう、元の性格が似てる気がするって昨日話した。あ、今度アクションミステリーじゃないか。アクション、あ、いるやん、イチゴ、イチゴ。今日は行けなくてごめんなさい。あの、クルクが言った時にはもう店員オーバーでした。くるくるの行動が遅かったためにこのような事態を招いてしまい大変申し訳ございません。
行くつもりだった。本当に心は言ってました。あと DMM で見てました。いちごいちごキモい、くる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 、キモいわ。え、いちごちゃんのペンライトカラー黄色と青なの？黄色と青？この前 HIJ コーヒー行ったら JK いっぱいいる、そっと通り過ぎました。え、 JK いっぱいいると怖いよね。わかる。今からラジオ配信しながら来勤します。あ、ありがとう、聞いてて、ありがとう。来勤、来勤。いちごちゃん怪我でレッスンが一人だけ遅れて出演の機会、え、そうだったの？そうだったのか、お疲れ様。そうよね、そうよねじゃない、そうよねじゃない、知らなかった、怪我してたのか、大変だ。え、でもめっちゃ良かったよ本当に。いや、フレッシュ感、くるくる、もっとくるくる、マジフレッシュ感ないなって、なんか悲しくなった頑張るね、くるくるも一緒にしたい、一緒に出たい。いちご間違えた、表情間違えました。お話が緊張するから公演のお見送りで、え、待ってるよ、待ってるよ、待ってるよ待ってるよ。急に節目がち、いや本当に、あ、いちご黄色のハート、ありがとう、いちごちゃんありがとういやもうくるくるなんて先輩って、先輩って思ってもらうほど先輩らしくないので。え、緑と赤、いちごちゃん、あ、カリカリカリか、くるくる、まだもぎたてフレッシュやばい、もぎたてちゃんとできてる、もぎたて率、フリフレもぎたてで、あ、くるくるさん、くるくるさん、くるくるさんくるくるさんは寝るの？くるくるさんは寝るの？くるくるは先輩風吹かせれるような人じゃない。くるくるは、くるくるはまだ、あ、寝がくる出てる、寝がくるになってる、寝が、くるくる先輩おごって、いいよいいよ、くるくるがおごるよ。まあ、あのちょっとだけちょっとだけ、ダンス部の怖い先輩のような先輩になる、やばい、もうダンス部の時本当怖かったから本当に怖かったから、意味深に自販機前で待ち構えてる。いや、待ち構えてたらもうおごるよ、くるくる。だって先輩もくるくるにおごってくださってるから、やっぱり継承していきたいね。外のせいじさん可愛い、ありがとう。確かにいちごとぶどうとマスカットでフレッシュ、フレッシュ。3期生にそこ振り違うとか言わ、え、くるくるね言えないかも、くるくるね誰にも言えないかも。まあダメダメ、そこはまあダメなとこだと思う、くるくるの。けどまあ先輩もてか、まあまだそこまで自分に必死すぎてこう誰かの振りが違う、それを言おうっていうところまで達成れてない、くるくる自分が頑張ることしかまだ追いついてないから、そこを頑張りたい今のところは。だからまだ同期にも言えないし、だから後輩にも言えないし、そこまで見れてないし、
なんかくるくる逆にもしその見つけたとしてもくるくるが言っていいのかっていう話、くるくるもだってまだ間違えることあるし、うん、で結構くるくるがそうなんだけど言われるとマジってなって、やっぱり私はダメな人間なんだって思うから、まあ、言い方にもよるけど思っちゃうとこあるから、やっぱくるくるはダメダメだってなるから、自分がなる分言えないなってなる。山さんハートありがとう。遅くなりましたが千穂さんの代わりに出演した公演のパフォーマンス素晴らしかった。ありがとう、嬉しい。カズさんブラボー、ありがとう。ブラボーありがとう。ブラボーブラボー。ジオン半分おごるか、いやでもね今日ね、あノアピンのようなおごったから。今日私おごったのよノアピンに、あのあやたか、あやたか、しかも餃子フェスちょっと高い250円。もう早速ね、あのノアピンで予行練習してるからいけるよ。くるくるリベンジャーズ、くるくるリベンジャーズ、何しとんじゃ、悪い、何しとんじゃ、てめえ間違いんじゃねえよ。そんなんやったらもうくるくる、そんなん言われたらくらっとするよ、くるっと目が回っちゃった。何くるくる背中で見せるタイプ、いやそうかもしれん、背中で見せていきたい。見せれるかわかんないけど。ナビッチさん昨日のハートありがとう。あー確かに自分もここ間違うんだよね、確かに。もうそれ言われたら結構安心というか、その嬉しい、なんか落ち着くんじゃなくて、確かにこううってならんかもしれん、そのここはこうだよ、でもそこ私もよく間違えるから一緒に直していこうって言った方が確かにってなるね。確かにいい、それナビッチさんキロのハットありがとう。そうお互いに指摘し合うのが静たくまなんだけど、でもそこもそれもなんかちょっと違って、まあそうなんだけど、言い方とかも結構 ある気がする。その一緒に頑張ろう系がいいかな私は。なんか違う、あれ、あ私このクマの人形のさ手と足についてたのがなくなってんだけど、あれ？そう、会えたか。教授を見てる。くるくんの大食い見たい？いや、頑張るね。また大食い出たいけどね、大食い企画。もっくん、頑張った。ありがとう。あ、45分。ありがとう。白熊の白熊さん、黄色のハート、ありがとう。ね、いいよね、一緒に直していこうとか、私もそこ間違えず。めっちゃいいわ、それ。めっちゃいい。そう言われたら、くるくるも嬉しいもん。嬉しいっていうか、その、はぁってなる、本当に。確かに。とよちゃん、黄色のハート、ありがとう。でも最近なんかね、めっちゃね、ノーピがね、なんか、節々に褒めてくれる、節々っていうか、なんか定期的に褒めてくれるの。カズさんありがとう、ありがとう。これからもいちごさんのことよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします、お世話になります。そう、ノアピ本当に褒めてくれるの、なんかいやくるくるって本当に踊りが綺麗だから、なんか分からなくなったり、そのここ分かんないってとこあったらくるくる見るよとか、なんかすごいめっちゃ褒めてくれるの、好きみたいな。くるくる、でもくるくるかわいい、かわいいよとか、なんかめっちゃ言ってくれるの。いや、なんでみたいな。そう、超好きって感じ。
でもねくるくるのダンスめっちゃ好きだよとかそう言ってくれる。なんかある、なんかあるかな、くるくる覆ってるから。未来さんバラありがとう。みほりんさんのポジを引き、そういや餃子ね5皿あ5皿じゃない 5枚金買ったから5枚食べてよ、5枚食べて頑張って本当に。ケークワトロさん黄色のハートありがとう。ナメナメさんかわいいありがとう。事件ねくるくるも事件、この前のチリパ聞いてくれた人は分かると思うけど、マジあのチリパの時みたいな掛け合いを普通にプライベートでもしてる。くるくるかわいいよ、ナーピもかわいいよ、へえっていうちょっと気持ち悪めの会話をプライベートでもしてるの。ナーピとペロリンさん黄色のハートありがとう。それではスクショタイムしたいと思います。昨日のライブ映像が TL 流れてきて、くるくるちゃんかわえかわえわねとなりました。嬉しい嬉しい、ちゅかわいくてごめんか、ありがとう、やった嬉しい。いやもうね撮影許可あると思ったらちょっとね緊張したの。クリンパさん黄色いタコ、黄色のタコありがとう。スクショタイム、今日短めにしよう。はい、壇上読む前にオンラインお話し会の受付が明日の明日の1時まで、午前中の1時までなんですけど、ラストマン見てる。ラストマン見てるよ。おすすめが5月27日、5月28日は今回の受付がラストなんですけど、おすすめは5月27日の2時間目。5月28日も2時間目。そしてあの7月17日も7日はあの息をする心の今回の受付がラスト受付じゃない、息をする心のお話がお話し会自体が最後の日なので、もうぜひ最後の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 日来てほしいです。7月17日の2時間目おすすめ。変な顔しちゃった。メロンパンさん黄色のハートありがとう。サイン会もあるのでぜひ待ってます。ツーショットまだ撮れるからツーショットも待ってるし、サインもくるくるたくさんカキカキしちゃいます。裏面とかも書いてるのでぜひ。申し込みしてきました、ありがとう、嬉しいよ。そして京都でのイベントが、あ、おすすめ3時間目だった。おすすめ3時間目だった。え、でもどっちもおすすめ、正直どっちもおすすめなんですね。あの楽しいっていう、どっちもくるくる可愛くて楽しいよ。メロンパンさんクマありがとう、追加してありがとう。京都でのフェスがの受付が今日の23時59分までなので、ぜひお忘れなくお願いします。今日の23時59分あと、ライキンっていうゲームを今やってるので、ぜひくるくるの同盟に入って一緒に戦いましょう。戦おう、いや、ガン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 スナイパーになりましょう一緒に。そしてヤンマガウェブ絶対に見てください。
山形ウェブ絶対見てください。可愛いクロックが映ってます。あ、そしてツイッターも見てねということで誕生日ます。13位竹松るさんありがとう。12位福ちゃんさんありがとう。11位もっくんありがとう。10位柏木まさきさんありがとう。9位中村さんありがとう。8位トーイさんありがとう。7位ホセデラロスさんありがとう。あ、山が可愛かった嬉しい。6位山さんありがとう。5位クロリンパさんありがとう。4位山下高さんありがとう。3位ともちさんありがとう。2位オノピーさんありがとう。そして1位はドゥルル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 パーン、ツナマヨさんありがとう。ツナマヨさんありがとう。見てください、ぜひ見てください。そして今日の配信もありがとうございました。あ、待って待って、明日朝配信じゃ、明日朝配信です。また予約入れとくので見て、見てください。おやすみー。